こんにちは、しんいちです。今回は、社会の仕組みについて、話していきたいと思います。特に学校ですね。僕はあんまり学校がもともと好きじゃないんで、中学校3年生の時は、大事な受験の年なんですけど、学校に半分ぐらい遅刻して行ったりしてましたね。お昼から行ってました。半分も。だからもう本当に何十回って遅刻それ許されるんですね。許された。高校の受験の時はすごく突っ込まれたけど、部活で怪我をして病院に行ってたんで、ちょっと9時ぐらいになっちゃう時もありましたねとかって言ってました。昼ぐらいに行ってたけどね。だけどテストの点数はよかったよ。重役出勤み有た約い出勤してた。な。あんまり行きたくなくて学校に。まあでも合う合わないがありますからね。いじめられてるとかはないんだけど、面白くなかったんで、学校の勉強、勉強が非常につまらなかった。教育とか、なんでリコーダーって練習しなきゃなんないんだろうなって思ってた。うちのお姉ちゃんリコーダー吹いてないんだよなと思って。うちのお姉ちゃん5歳上で、5歳上だからお姉ちゃん見てたら大体わかるわけじゃん、どんなことをやってるのかが。リコーダー吹いてないから、日常生活で。だからなんでリコーダー買って吹かなきゃいけないんだろうなとか思ってたし、そういうことがいっぱいあった。そうですね。リコーダーだって強制的に買ってみんな持ってる。そう、強制的に買わされてるでしょ。あれ完全にリコーダー屋が儲かるための仕組みでしょ。さすがにリコーダーってお風呂にがさしにくいでしょ、打ちつけるから。先端だけ売ってくれたらいいんだけど、先端だけさ売らないです販売しね。ないじゃん。先端だけ変えてくれたらいいんだけど、そういう無駄があったんであんま好きじゃなかったんで。しかもこう最近ってうつ病とかなる子多いでしょ。多いですよ。普通にいます、います。いるよね、躁鬱とかなっちゃう子。います。私の知り合いでも高校生の時に躁鬱になっちゃった子がへえ、いましたね。なんで躁鬱になっちゃったの？進路を誤ったっていうんですかね。文系と理系でこう選択で分かれていく時に、自分の出した希望を変えたくて先生に言いに行ったけど、もう無理だって言われて、そこから思い詰めちゃってそううつになっちゃいましたね。結局その子は治らなくて、そのまま高校を辞めちゃったんですけど、高3で高3で辞めちゃいまし治らないってどういう状態だったた。の？ですね、躁鬱ってすごくテンションが高い時とズーンって低い鬱の時とが繰り返し波のようにやってくるから、でもそれが短時間ではなくて日によって躁の日もあれば鬱の日もあるから、躁の日とかは授業中にもう朝来る時からもう吹き出しそうに笑ってる、もう笑いがこらえきれないぐらいの感じで朝から登校してきてて、授業中もずっとそんな感じで。山田状態、ちびまる子ちゃんの山田状態。もうあんなレベルをもうはるかに凌駕したそうなの？もうお腹抱えて笑っちゃうのをひたすら必死でこらえてるぐらいテンションが高いの？高くて、かと思えば次の日にはもう地球がもうこの世が終わったぐらいな感じの、やばいね、もうそ誰れ。も声がかけられないぐらいので、教科書も机に出してないし、もう声がかけられないぐらいのズーンって落ち込み方で外で体育とかやってる時もなんか草むらに草むら。ぼーっと立ったまま1時間終わるとか 体育館で授業は普通に進んでるんですよ、体育の授業だけど寝転がって足組んだままずっと動かうっそ、ない とすか、そうごいういのがね。こう交互に交互にずっと来るから、
多分本人も大変だし、先生ももう多分どうしようもないよね、うん、どうしたらいいかわからないし、周りの友達も私たちもどう接したらいいのかちょっと、どうなんのそれは、治るの？薬とか飲んで病院は通ってましたけど、躁うつってなかなか普通のっていうか、うつ病よりも、うん、こう治りが悪いっていうか、うん、重いから、治りにくいんだ。だから高校卒業しても、うん、10年とか経った時に会ってもまだ治療中って言ってたし、うん、よくはなってんの？いや、あんまり、うん、あんまり完全に変わらないかな。すごい大変だそれは。学校の先生が悪いよね。そう、なんかやっぱり柔軟に対応してくれないから。いやー、そう、何それ。リコーダーと同じでもうこうはこう、うん、もうそれ以外の対応はしてくれないから。真面目すぎる子ってなりやすいかもね、そういう風に。そうです、結構真面目な人が鬱とかなりやすいから。僕なんかは不真面目だから嫌だったらもう嫌だって言って言えない子ですよね、やっぱり。いやー、真面目な子だったんだ。とても真面目で、とても勉強ができる子だったので。勉強できるタイプだったんだ。はい。どのぐらい？学年でトップとか。すごいね。結構いい高校行ってたよね、はい、確か。はい。その中でトップクラスの子が先生によって学校を辞める羽目になっちゃったってこと？そうです。うわ、マジもったいないわ。何それ、ダメでしょ先生。何その進路を選べないって。何どういうことそれ。多分クラス分けとかももう終わっちゃったから、はいダメみたいな。別に受験するのはできるんでしょ。受験はできます。でもそれに向けた授業が違うってことね。そうです、そうです。何それ、何高校って。何のために行くの。いやでもそうやって幸せになるために行くんじゃないの。適応できない子結構増えてきてるんじゃないんですかね。もっとわがままになっていいと思う。昔は先生が言うことが絶対でもう従うしかなかったけど、うん、そういう風に教えられるからね、ちっちゃい時から。そうですね、もう物心ついたさ、3歳とかから幼稚園とか保育園行って、うん、先生の言うことよく聞いてねって言われて、はい、ずっとそれでいくからそうなっちゃうよね、うん、でも先生は人間だから間違えることもあるよと教えなきゃいけないよね。はい。でそういう風に教えなきゃいけないよね、うん、だからよく考えて、先生に言われたことをよく考えて、自分間違ってると思ったらしっかり質問してねっていう。めんどくさい生徒でも何でも構わないから別に、うん、で先生なんてさ言っちゃうと、うん、社会出てない人多いじゃん、ほぼじゃん。そうですね。で自分の組織の中でうまく立ち振る舞うのが先生の役目なんで、まあもちろん子供を本当に本気で愛してて教育に燃えてる先生も少ない。まあいるわいるわ。はい。僕もそういう先生に教えてもらってたからわかるけど、そういう先生はすごいいいよ。だから僕の先生だったらもうそういうクラス替えとかしっかりやる、もう一回みたいな感じでやってくれたと思うし、うん、そういう先生でも少ないでしょ。子供のために組織に立ち向かうような先生っていうのは、うん、でもそういう風じゃなきゃいけないよ先生は。結構でももう先生が言うことは絶対だって小学生の時とかも思ってるから、うんうん、小学校の中学低学年ぐらいの時に市中が大嫌いな先生がいて、うん、俺の、うん、あの給食、うん、あのシチューの日は、うん、シチューをよそってはいけないってあの初めの日ぐらいから言われてたんですよ、小学校2年生ぐらいかな。でみんな分かってたんですけど、うん、ある日うっかり友達が給食当番の日にシチューをよそって先生の机の上に置いちゃったんですよ給食を。そら先生がすっごい怒ってもう怒鳴り散らしたんですよクラス中を。それだけで誰だっつって、俺のお椀にシチューをよそったの誰だっつって出てこいみたいな感じで
もう私たちは先生が言ったことが絶対だって思ってるから、うん、なんて私たちは悪いことをしてしまったんだろうみたいな。もうそれで先生は床に、あの教室の床にシチューのお椀を投げつけたらプラスチックの椀がパカって割れたんですけど、その時は私たちが悪かったってクラス全員が思ったけど、うん、大人になって考えてみればあれ別に悪くなかったよなって。悪いわけないじゃん、そんなてめえがシチュー食えねえのはてめえが悪いんだから、てめえでみんなに分けるかなんかしろって話でしょ。いや、そんな先生マジでいっぱいいるからね。そう、いますよ、普通に。だってガキだもん、俺が言わせたら 大卒のガキじゃん、ただの。そうですね、30なんか40なんか知らないけど、俺が言わせたら大卒のガキなんだよ、やってることで、子供しか相手してないからなんか王様の気分なわけでしょ。バカが、バカだね先生って。もう絶対だったから、その、まあ、全員じゃないでしょ、もちろん全員じゃないですよ。あのいい先生もいるのはよくわかるし、なんかね、俺のね小学校の時の先生、小学校あれ1年の時かな、1年3組の先生が変わってて、僕は1年2組だったんだけど、あ、3組の生徒がね給食食べた後歯磨き行くじゃん、はい、歯磨き粉を使ってなくて誰も、はい、3組で歯磨き粉を使わないっていう法律があったんだよ。まあいいんだけど、はい、それは好き好きだから、でも好き好きだからこそ個人の自由があっていいと思うんだけど、そこは、まあ、僕も歯磨き粉を使わないから別にいいんだけど、使いたい子は使えばいいと思うし、でなんで歯磨き粉を使わないかっていうとね、はい、口から出してはいけないんだよ。は歯磨いたらその口の中によだれとかさ、はい、あんじゃん、よだれとかそのペッてしちゃいけない、ペッてしちゃいけないんだよ、うん、それは法律で決まってる、法律で決まってるんだよ。1年3組のだから3組の子は歯磨き粉使わない、飲めないから、はだから捨てる子はそーっとそーっと見られないようにしてる。で他のクラスの子はみんな普通にうがいしてぐちぐちペーしてんだよ。何それ、それ見てる先行とかはなんかそいつに言わないの、おかしくないですかって言えないんでしょうね。その1年3組ずっとそうってことから絶対旺盛なんですよ。意味わかんないし、何が先生だって感じ。クソだそういうやつは、言葉が悪くなっちゃう先生の話になると、うん、結構いますからね。いっぱいいるよね、一学年に一人ぐらいいるよね。でもみんなやっぱ先生の言うことは正しいって思っちゃうところが間違ってる。間違いは間違い、正しいことは正しい、あのそう思いますね。いや、それがもうその教室でのその社会の仕組みなんですよ。そんなやつが担任だったらどうする、子供の。PTA とか関係ないから、警察に俺訴えてやる、そんなやつ。だから学校は教師免許剥奪さしてやる。学校行かないとダメだよとか言うのも、まあ意味わかんない、その子に会わなかったら、うん、行かないっていう道があってもいいのかなとは。いいよ、全然いいよ。俺のさ、ほら親戚の子、天才の子いるじゃん一人、はい、学校ね、この間電話したら今週2回しか行ってないのかって言ってて、あの中学生に最近なった子、またそう小学生でエンジン作ろうとしてた子、作ろうとしてパソコンはもう小学生時代に自分で作っちゃうっていう、そうそう、パソコン自分でもう小学校の時に作ってなんか LINE スタンプ作ってみたり誰も教えてない中3の問題を勝手に解いちゃうとかね、うん、そういう天才児がいて、でさ、そいつは週2しか行ってないんだよ先週は。はい、小学校の時もあんまり行ってないんだよ、はい、でもそりゃそうだよねって感じじゃない、うん、だって中3レベルの頭だとするじゃん、その親戚の子がね、はい、中3の子が小学校5年の勉強してて、それは行きたくないよって思うもん。まあ行く意味を感じないでしょうね。感じないんだよ。パソコン作れる子が、はい、何電池と電池を導線でつないでプロペラを動かすみたいなことやりたくないじゃん。そうですね、なんだよこれって思うよ。それはだ、じゃあその親戚の子悪いのかって話になってくるでしょ、はい、2回しか行かないそいつは、
いやいや、それ行かせようとするのは間違ってないと僕は思うよ一人一人違うんで、楽しい子は行けばいいし、別に全然楽しくないんだったら行っちゃダメでしょ。うーん、家でその子は YouTube 見てエンジンの組み立て方とかさ、うんうん、勉強するんだよ、うん、勉強というか楽しくてしょうがないらしいんだけど、はい、そういうの見てるのは自作で作ろうとするのね。ダンボールで作れるっつって今エンジンはだから500円ぐらいあれば作れるっつってたんだけど、うん、もう僕が聞いても意味わかんないわけ、はい、もうぶっ飛んでるよね。で、うん、そういう子が小学校毎日真面目に行ってたらもう才能潰れるだけじゃん。そうですね。だから僕この間その子に Mac あげたのね。はい、パソコンを、うん、あげた、はい、投資だと思ってるから。はい、であいつが成長してったら、あ、なんだろうな、なんか発明するのかでかい会社作るのか、はい、なんかして、まあ、10億100億とか、はい、もっといくかもしれないし、それは帰ってくるよって話。はい、だから育てないといけないよねもう無理やりそのみんなをその社会の枠組みに無理やり押し込んではめ込もうとしなくてもいいってことですよね。いいさ、何社会の枠組みってって感じじゃないですかもういじめられてて学校行かないとか、うんうん、もう当たり前じゃ、いじめられてたら行きたくないでしょ。別に無理して、うん、もう行くのが普通だから行きなさいはもう間違ってるってことですよね。別に行かなくてもいいし、行かなくてもいいって決まってんじゃん。自分が行ってみろって感じじゃないそうですね、いじめ、俺がいじめてやるからあんまり毎日行ってこいって話でしょ。針の後ろに毎日そう、来れんのかっていう、思いっきり詰めて便所とかに連れてってぶん殴ったりされるわけでしょ。そうです、そうです、うん、自分はやってみるよと思うもん。うん、別にいいじゃん、行かなくたって学校って何。僕のね、僕の知り合いの人でなんかね、あんまり、なんか、まあ、変な仕事やってる人がいて、はい、あんま言えないんだけど、まあ、アダルト系の仕事やってて、その人年収3000万ぐらいあるのよ。で、すんげえいい学校行ってんのね。はい、お坊ちゃま学校みたいなの行ってて、でもやってることはそのアダルト系の仕事ね、はい、あんま人様に言えないような仕事してて、なんていうのかな、もう学校関係ないじゃん。お坊ちゃまエリート学校行ってたけど、はい、それの知識とか全然使ってないわけ。人脈とかも使ってないし、はい、行かないとよかったって話じゃん、はい、まあ、お父さんがすんごいエリートだったからそういう風になってたらしいけど、うん、行かなくていいじゃんその人は、はい、初めから好きなことやってたら、うん、そうなってたし、もっとなんかなったかもしれないしね。そういうことですよ、うん、だから学校は行きたい子だけ行ってくださいっていう感じ。うん、行くのがいいとか悪いとかって話じゃない。人それぞれ違うって話で、俺は半分ぐらい行かなかったよって話だけど全然困ってませんって。そうですね、成功してますしお金に困ってないし、お金困ってないし、学校行かなくても、みんなが学校で一生懸命英語を勉強して全く喋れないけど僕は喋りますよって話全然困ってない、英語も喋れるし、はい、なんで喋るかって、別に学校で、まあ、大学で勉強したけど、はい、大学で勉強した時は全然喋れなかった。外国行きたいなと思ってふらーっと外国行ってたら英語を喋んなきゃいけなかったから、はい、喋ってるうちに喋れるようになったって感じなんで、うーん、で学校のおかげじゃないんだよ。好きなことやってたら喋れるようになったし、うーん、でここからフランス語とかドイツ語喋ろうと思ったら、うん、別に好きな道行ってたらなるかもしれないよね。そうですね、フランス行きたかったら行けばいいんだし、別に学校行かなくてもいいから好きなことを一つでも見つけられればもう、うん、万々歳って思いますね、人生で。でもそこでもうやっていけばいいんだよ、楽しく。そうですね、やりたくないことやんなくていいよ本当にやんなくていい。子供の時は特に大事だと思う、それが、うん、学校の先生なんか世間知らずだから、うん、こう言うと怒られちゃうかもしれないけど、世間の人に、世間知らずじゃないですかって話、うん、何が支柱
シチューがなんだよって感じじゃないか。お前だってミスるだろって。その先生掛け算を覚えるときに、うちのクラスは、うん、その掛け算の九九が全部入ってる音楽の CD で、うん、うちのクラスは覚えるっつって、うん、でそれも算数の授業になると書けるんですよ、うん、先生が、うん、で1の段とか2の段とか覚えていくんですけど、うん、その時に立たされて、うん、踊らないとめちゃくちゃ怒られるっていう。何それ、なんで踊らないんだって言って怒られて。バカでしょ、バカ。なんか体と一緒に音楽五感を使って覚えましょうみたいな感じだと思うけど、そんなの。そうです、真面目な子は踊るんだ。そうです歌って踊って掛け算言いながら算数の時間にすげえシュールだそれ。なんか無口な子とかもやるんだ、踊るんだ。だからそういう子は踊れないから怒られるわけですよ。真面目な子もは踊るんでしょ、生徒会長みたいな。そうです、学級委員みたいな子も踊るんだ。怒られましたもん、ね、シュールだね。シュールすぎるそれは。歌のさ、授業とかで歌のテストあるじゃん、はい、音楽で。あれだから僕も歌わないタイプだったから、はい、恥ずかしくて、はい、だから音楽の成績は悪かったんだけど。そうですね、歌わない子は悪くなりますもん、うん、歌うわけないじゃん、あんな人前で恥ずかしい年頃の男の子が。歌なんて知らねえよって感じさ。歌はなんだ、歌は楽しむもんだと。テストされるもんじゃねえと。歌はテストされるもんじゃないよ、そんなのは。そうですね。楽しくこっちが歌いたいとき歌うんだって話じゃん。ウィーン少年合唱団、楽器なんだっけ、合唱団、入るんだったら別だけど入れないから俺。いや歌好きだから歌うけどさ、人前にそんな 歌ってって言って、みんながさ膝をさ体育座りしてこうブーって見てる中でさ、そうです、歌うのマジプレッシャーだから。そうです、そうです。何があんなの、普通そうだよ。何かの、そうです、変な制度、変な制度ね。音痴の子とかたまんないよね。そうですよ、晒し者だし、晒し者公開処刑状態だもんね。そういうことですね、はい、社会の仕組みは大体間違ってるっていう結論でよろしいんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。